何が起きるか分からん。お前ら緊張を持って行動せよ。さあ今日も一日安全作業で頑張ろう。なんで防衛隊の入り口がお手洗いなんですか。敵にバレないためだ。カモフラージュだよ。半田君はいるかね。呼んでくれたまえ。よう、すまないね。失礼します。半田君、例の熱海の件だけども、小原査察官で大丈夫なのかね。まあ、小原査察官はうちの派閥ではありませんので、失敗したとしても目障りな炭鉱部が一つ取れるだけです。熱海の防衛司令は誰だったかな。元浅草防衛隊司令の鬼頭という男ですが。鬼頭？確か鬼頭という男は浅草に出た怪獣よりも町を壊したというあの鬼頭か。その鬼頭です。なんだって浅草から熱海の防衛隊に転属になったんだね。そんな男が。実は熱海の地中がずれ始めているとのことでして、そこで総理の経済特区案に熱海カジノ草案がありますよね。地面のズレとカジノと何の関わりがあるんだ。大ありです。熱海の地中に巨大生物の影がありまして、もし巨大生物が現れ町を壊すとなりますと、鬼頭を率いる熱海防衛隊が応戦して町は壊滅。その結果熱海再開発となり、総理の熱海カジノ化に拍車がかかるのです。そんなにうまくいくものかね。私の見たところ、小原査察官と鬼頭司令は水と油、必ず総理の思惑にはまるはずです。頼むよ半田君。お任せください。暇だな。観光客と温泉だけの熱海じゃ俺の出る幕はねえか。熱海防衛隊が暇なのはいいことですよ。平和、平和が一番なんです。それより今夜は熱海花火大会。花火大会か。チャラチャラした若い連中が海岸でやりやりの毒が平和なんだ。何が花火大会だ。
若い連中は腐っとる。中川さん、はい、大きな熱源が動いてるみたいなんですけど。どれ？あ、これね。これは温泉の地脈ね。ああ、じゃあ安心ですね。うん、気にしなくていいよ。小原君かな。熱海はどうなっているのかね。安倍総理言うところの熱海カジノ計画のために人を何がしには好きにさせることだよ。もとより熱海のホテル街には愛情したホテルが何軒もあるんだ。君の後押しさえうまくいけば簡単だろう。まあ現場とうまくやってくれることを望んでいるんだからね。くれぐれも総理のカジノ構想が本当。頼むよ。司令は浅草で怪獣に負けちゃったんですよね。前にも言ったろ、俺は負けたんじゃねえ、上から止められたんだ。浅草防衛隊が浅草をめちゃくちゃにしたとか言われてますよね。怪獣と戦えばその町はめちゃくちゃになるもんなんだ。お前みたいなやつにはわからんだろうな。男が命を懸けて戦えば周りが見えなくなるもんなんだ。その結果左遷されて熱海の温泉地勤務。お前さっきから言いにくいことすばっているな。俺は必ず23区のエリート防衛隊に戻ってみせる。浅草に出たライガーは3年以上上陸なしですよ。その昔はゴジラにキングコング、ガッパなんて夫婦怪獣が熱海を襲ってます。最近はガッピーマドキが大暴れ。お前なかなか詳しいな。でも今のは全部特撮怪獣映画。お前ら CG 世代には分からんだろうかな。作り物が興奮するんだよ。全部見たんですか。当たり前だ。だから防衛隊に入ったんだ。はあ、司令は特撮マニアなんですね。だがな、怪獣と実際に戦えば人は死ぬ。仲間を失うことだってあるんだ。揺れ収まりましたよ、うん、では中川隊員、花火大会に行ってまいります。防衛隊は残業がないのだ。今夜はナンパでもされちゃいますか。こりゃ熱海駅が大変だ。え、なんかあったんですか。熱海駅で新幹線事故だって。こりゃ花火大会どころじゃないですね。戻らなくちゃ。今の怪獣の声じゃん。花火の音ですよ。そうか。そうだよな。司令、怪獣映画じゃありません。現実です、現実。熱海駅で新幹線が脱線したんですよ。落ち着け、落ち着け。司令が怪獣って騒ぐから、とうとう本物の怪獣が。バカ野郎、俺のせいじゃねえ。
浅草のライガーじゃないですよ。俺はあいつの顔は絶対忘れねえ。別のタイプの怪獣だ。悪そうな顔してますね。よし、出動態勢だ。A huge heat source was detected under Atami. The heat source must be a creature. If so, that would bring a lot of trouble to Atami. I don't think the Japanese government would believe us, even if we told them. I guess you're right. That's how they are. They never take action before something actually happens. If I remember correctly, Japan has a regional defense force in each area. Local defense force, huh? Okay. Let's tell them. Kaiju, どこ行った？新幹線を破壊して地中に潜ったそうです。地中だと？地底怪獣ってことか。宮崎さん、フル装備ですね。マスクまでつけちゃって。緊急事態ですから。戦闘態勢ってことだ。はい。あ、紀藤司令。なんだよ。紀藤司令、こんなところ何やってるんですか。サンビーチに怪獣が現れました。何？しかも、かなりでかいです。地中に潜って海に出たか。違います。新幹線を破壊したのは4層で、サンビーチに現れたのは二足歩行、しかも青いやつです。青いやつだと？それだけじゃありません。骨の魚の化け物がサンビーチを押し寄せてます。青い怪獣と骨の魚って浅草に出たやつじゃないですか。ライガーに間違いねえ。お前ら、司令部に戻って体制を整えるぞ。はい、はい、はい。え、何ですか？青いやつの近くに黒いやつが出たんですか？二頭揃えてどうするつもりだ。まさか戦うとか。えらいことになりましたね。あいつらふざけやがって。二頭揃えてぶっ潰してやる。おい、中。はい。警察に連絡をして住民を避難させろ。はい。ぐずぐずしてるとな、熱海が壊滅するぞ。私も住民を避難させます。うん。熱海防衛隊から要請です。熱海警察は住民の徹底避難をお願いします。お前ら急ぐぞ。はい、はい。Hey, listen. I'm from the CIA. Let me talk to your commander. え、英語かい？Are you CCB? You speak Japanese? I like coffee. What are you saying? Put your commander on the phone. 何言ってるか分かんないですよ、司令。外国人が何か言ってるんですよ。コーヒーは好きかみたいな。こんな状況で外国人とコーヒーだと思ってる暇もない。アイムソーリー。Have a nice day. 意外と英語できるじゃん、僕。Apparently, there's no one who understands English over there. But what did the commander say? I don't know. They said he's on coffee break or something. What a lack of crisis management they have.Damn it! We have no choice but to tell them, right? How? That there's a heat source under their feet and it might be a creature, so watch out? Think they're gonna believe it. Why don't we go to Atami? Alright. Let's take the Osprey. That'll get us to Atami in a flash.
民の避難をまだ完了しないのか。警察や消防は何をやっとんだ。仕方ないですよ、こんな事態初めてなんですから。司令官は君かな。君だと。これは失礼。日本国防省参事官の小原というものです。国防省？中央へは各自治体に任されてると思いますが。それはそうですが、こういった失礼だが、君は浅草の一件があるので何かと心配されているんです。誰が？国防大臣並びに安倍総理。それで何だと言うんですか。君は怪獣と見ると見境なく熱くなるというか、過剰なまでに反応するそうなので。でどうしようと。幸い熱海には過剰なまでの可否があると聞いています。総理の見解としては一旦この熱海を更地にして再開発として、そこに巨大なカジノをね。この怪獣騒ぎに乗じて熱海を再開発というわけか。大きな声では言えんがね、どんな手を使っても構わんと。君にとっては渡りに船のような提案かと。怪獣を退治してこの町を更地にというわけ。ひどい話じゃないですか。そうですよ、熱海を再開発なんて住民が黙ってませんよ。誰が君たちに意見を家で言ったかね。直ちに攻撃を開始する。相手は地中から出た怪獣だ。地底に戻られたら面倒だ。戦艦熱海侍、怪獣の頭上めがけミサイルの雨を降らせろ。いいね、戦艦での実戦とは見ものだな。熱海での再戦ですね。負けられん戦い。戦車隊長お見えです。新井先輩、お久しぶりです。豪華司令、しばらくだな。しかし一族に怪獣が2頭、1頭は確か浅草の。ええ、ライガです。まさか熱海に出現するとは。江戸の仇は熱海で打つか。豪華司令、お久しぶりです。吉田、
君には謝罪の言葉もない。浅草では、勘弁してください。浅草で神風と共に戦い、兄は誇りに思っているはずです。いや、俺が神風の威力を過信したばかり、すまん。That's what they're afraid of. I never thought there'd be two of them. The blue one in the sea. That must be Raiga. He attacked Asakusa. Never seen the black one before. We'll need to file a report.Well, let's see what Atami Defense Force has got. All right. Atami Samurai が激震。吉田君、ライガの電撃能力は浅草をはるかに超えている。いかに巨大戦車神風でも十分に注意しなければ。豪華司令、今度の神風は防衛力が浅草時の2倍。今度は倒せます。黒いやつは、あの黒いやつの頑丈さはミサイルも効きませんな。豪華司令、こちらの方は？国防省防衛参事官です。おお、お目付け役ですか。よろしく。青いのはライガ、黒いのはオーガ。オーガ？いや、だって額の真ん中に O の字が。オーガとはまた強そうな名前だね。
ライガ対オーガに立ち向かう熱海防衛隊。特撮映画じゃないんだよ。すいません、つい現実に思えなくて。熱海の町も狭くていかんな。まさかこんな細い道を走ろうとは思いませんでしたよ。少しくらい商店街を壊しても致し方あるまい。そのことなんですが、先ほど小原参事官が任命されまして、うん、何？会場を使って熱海を再開発？ふざけたことを抜かしやがって。神風、戦闘を開始します。体勢を修正します。神風を持ち上げて落とすとは予想以上の怪獣だな。正直神風じゃなきゃおしゃがですよ。直ちに体勢を立て直し再度攻撃。驚くなよ、神風は砲撃しかできない戦車とはわけが違うんだ。いざ、上空にちょろちょろ飛んどるものは、あれは何だ？自分もさっきから気にはなっていたんですが、熱海のものじゃなさそうですね。砲撃から砲電に切り替えます。電磁バランサー解除。電磁砲、発射！何ですか今のは。やつは何をしたんですか。吉田、あの怪獣はどうやら光を曲げる力があるようだな。今は考えることよりも攻撃を続行することだ。荒井隊長、大丈夫ですか。次に撃つ手もあるのですか。小原ですが、神風は本来怪獣用ではなく、亡国に対する切り札です。くれぐれも破壊だけは避けてもらいたい。こちらとしても破壊だけは避けたいものだが、対怪獣は初めてなもんでね。神風最終兵器、マグナ貫通弾プラス電磁パルス砲でコッパみじんにしてやりますよ。君の兄さんが使えなかった合体砲だ。殺して打ち込んでやるため。頼みますよ。久しぶりだな、来た。安田？安田じゃないか！貴様、来てくれたのか！貴様のピンチにはいつも俺がいるんだ。忘れるね。安田、国名は日本防衛隊のトップシークレットじゃ。無論そうだが、
こんな時極名を使わずしていつ使うんだ。ましてや地底からの巨大生物となれば我々が適任かと。あ、それはそうと、お前の隣のそのごついやつ誰だ。こいつ、こいつは体はごついがね、気の優しいやつでね。そうは見えないんですけど。まさかその逆でジェイソン。え、西川、お嬢ちゃんを安心させてやんな。はじめまして、極名特別訓練隊の西川です。あれ、あ、意外と優しい目。あの、自分は熱海防衛隊本部広報担当宮崎です。あ、どうもご丁寧に。こちらこそよろしくお願いします。あ、私はですね、まあ、その辺にしてやれ。あ、安田、頼むぞ。知らねえけど黙ってろ、この野郎。国名は我が国のトップシークレットなんだ。国防省の小原だと？どうせ事務方のエリートさんだろ。あのな、現場現場の俺たちに任しとけってんだよ。ごたごた言いやがったらな、てめえのうちにドリル叩こうぞ、こんちょ。黙ってろ、行くぞ。Did you see that?This is why we shouldn't trust Japan. They're hiding a weapon like that. I know. That's the exact same battleship Yamato they built secretly during World War II. We've got a lot to file. I hate that.海流と戦うなんて前代未聞の作戦ですね。日本の秘密兵器の力を見せてもらうぞ。さてと、四つ足をサーチ後直ちに攻撃に入れ。了解。サーチ終了後、タクガンレーザーで攻撃に入ります。ちゃっちゃと済まして居酒屋で一杯やろうぜ。四つ足は唐揚げにして食っちゃいますか。まずそうだが、初陣の相手にとっては不足はないってか。石川、やつも俺たちを見つけたらしいが、出会い頭にレーザーをお見舞いしてやれ。了解。元よりそのつもりです。やっこさんの不細工な顔切り刻んでやりますよ。削岩レーザー発射。削岩レーザー大賀に命中しました。おおやさん、このままの勢いで大賀なんてぶっ潰してしまえ。削岩レーザーに切り裂けるものはありませんから。
中。とどめのミサイル攻撃ですか？指定でのミサイル攻撃は障害物が多すぎる。しゃあ想定内敵にとどめろ。見事だし追いかけていきます。あの野郎、戦いやすい場所に誘い込むっていうのか。特命交代、特命交代します。地上脱出後、小型トマホークで迎撃だ。特命、地上に出ます。準備よーし。おい、おい、どうした、どうした、おい、申し訳、おい、やつだと思われますが、確認しても認めることはしないと思われます。はい、事故として処理した方がよろしいかと。え、引き続き監視を続けます。熱海はどうなってるんだ。神風が大破したとか本当なのかね。はい、いや、申し訳ありません。無事から帰還している国名が熱海近辺で交戦中との情報も本当なのかね。はい、いえいえ、そういうことでは。はい、神風も国名も。はい、国名は日本の切り札なんだよ。実戦配備なんて言語道断。君一人の責任じゃ終わらんのだぞ。いえいえ、それはそういうことでは。人をたやすく扱えんでは後任を考えなければいかんな。何しろ奴らが言うことを聞きません。はいはい、認識してませんから。はい、猿なんですよ。誰が猿なんだね。言うにこと書いて勝利と私を猿呼ばわりかね。いや、それはそういう意味では、いや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 、そういう意味ではなくて、奴らが猿だと言っとるんです。君にはがっかりしたよ。これに失敗したら霞が関に君の席はないと思いため。くそ。鬼頭君、いや猿、いっそのこと死んでくれ。全ての罪は君が被るのだから。you
嫌味な小原参事官は左遷されたそうだ。所詮怪獣を利用しようとした政府のバカさが軍艦によ露呈したまでよ。カジノ化計画や再開発は結局なしみたいですし、熱海は壊され損なんですかね。怪獣が姿を消し、神風6名といった日本の秘密兵器が通用しなかったことで23区の防衛隊が苦労してるらしい。熱海再開発の話どころじゃねえだろ。熱海はどうなっちゃうんですか。わからん。それを見てみろ。あれ以来宮崎はマスクをかぶって戦闘態勢に入り続けてる。宮崎さん、この前防衛隊辞めたいって言ってましたよ。漁師が怪獣の犠牲になったんだ。刺してやる。はい、熱海防衛隊中川です。はい、紀藤司令ですか。少々お待ちください。誰からだ。港防衛隊の女司令官って言ってますけど。港防衛隊の女司令官。はい、つくせんな。はい、人だ。実は気になることがあってな。ここにライガとオーガの DNA がある。これをお前に調べてもらいたい。わかりました。いいか、紀藤には気づかれるなよ。もちろんです。失礼します。あるんですか。ああ、東京タワーの地下、確かそこだと言ってた。だって六本木って観光地じゃないですか。それを言ったら熱海なんてお前温泉地だぞ。こんなキラキラした通路、敵に見つけてくれって言ってるようなもんですよ。それにしてもチャラついてやがる。ここってクラブですか。あ、古く言うとディスコ。そんなはずはない。ここは港防衛隊だ。やっと来たわね。遅かったじゃない。まったくチャラい奴らだ。それより俺を都会の真ん中に呼びつけて一体何の用だ。何の用だって、だいたいわかるでしょ。分かっちゃいるが、念のためだ。相変わらず直線的バカね。誰が直線的バカだ。私たち六本木防衛隊は実戦の経験がないの。だから紀藤君にお願いできないかなと思って。どうもやろ。恵美隊長、私たちでやっちゃいましょうよ、あんな怪獣。怪獣なんてちょちょいのちょいですよね。お姉ちゃんたち、ずいぶん威勢がいいね。怪獣がどんだけ怖いのか知ってんのか。そうですよ、あの2頭は熱海をめちゃくちゃにしたんですよ。私の聞いた話では浅草をめちゃくちゃにしたのは紀藤司令だと。その結果
やりすぎが元で左遷地の熱海で温泉隊員でしょ。温泉隊員って、温泉芸者。しかしな、俺は日本で唯一怪獣と戦った男だぜ。だから内緒で戦ってよ。バカを言うな。越権行為は重大な違反だぞ。その点は心配無用なの。私の彼が誰だか知らないの？日本で一番偉いのよ。一番。その私が怪獣と戦って怪我なんてできないでしょ。まさかお前の男ってな、安部総理なのか。怪獣。ちなみに恵美の彼氏は第一秘書の半田さんだから。ゲッ、半田ってあの顎？あの顎がいい仕事するのよ。私にはわからない大人の会話。春山隊員、かまととが過ぎます。実戦がなければ防衛隊が一番の天国なのよ。確かに職場天国には違いなかった。私も9時5時で終わってたし。戦ってくれるの？くれないの？頼まれれば戦わざるを得ない。いいんですか？熱海も壊したばっかりなのに。浅草に続き熱海も壊したの？いいのよ、トモ。熱海はどうせ再開発でカジノになるんだから。話はそれだが、六本木防衛隊にはどんな装備があるんだ？それなら大丈夫。ガトリングミサイル装備の追尾ロボ、電磁パルス吸い取り式戦車、オクトパスがあるわ。なんだそのオクトパスって。な、大きなタコ型戦車よ。タコ？愛人とタコ？なんだか大人な組み合わせでしょ。タコと愛人ですか。未知の世界ですね。あれ、じゃあ宮崎どこ行った？え、あ、あれ本当だ。あの野郎、都会に来て迷いやがったか。田舎もめ。オクトパスは自動操縦だから心配しないで。じゃあ頼んだわよ、紀藤くん。ガトリングミサイルロボも自動なんで。あ、そのミサイルなら熱海にもありました。壊されちゃいましたけど。怪獣ってそんなに強いんですか？強い、とてつもなく強い。恐ろしい奴らだ。そんなに強い怪獣ならなおさらね。そうね、私たちは日本のためにも死ねない立場なのよ。とことん愛人体質なんですね。大人の事情。大人って。じゃあ任せるわよ。しっかり日本を守って。この二人は置いてくから使ってちょうだい。死の者言っても仕方がねえ。そうですね、もうこうなりやるだけですね。あのうちの兵器はあのパソコンで一発起動できますんで。そうなんです、321エンター押せばそれで OK なんで。じゃあ何だお前ら、まさかお前ら帰ろってんじゃねえだろうな。あのすいませんが、私明日あのお見合いなんです。お見合い？マジっすか。じゃあなおさら明日のために我々で怪獣を倒さんといかんな。共に戦いましょう。やだ、帰りたいよ。you
たり前だ。しかし今回は負けるわけにはいかず。いよいよオクトパスの出番ですね。オクトパスってなんとなく祈祷師のような。好きでこうなったわけじゃねえぞ。変な想像するな。Thank you.
ちだけでやるしかないぞ。俺たちだけにカッコつけさせねえぜ。少しは俺たちにも手伝わせろ。お前、孫が生まれたって喜んでたじゃねえか。この作戦の成功率はな、ゼロに等しいんだぜ。そんなことだと思ったぜ。それで俺たちはどうする。頼む、俺を真ん中まで行かしてくれ。爆弾を起動する。それは光子プラズマ爆弾。この作戦は危険極まりない。いや、しかし成功すれば必ず奴らを駆逐できる。が、しかし、しかし、死ぬんですか？まだ死ぬって決まったわけじゃねえや。みんな、できるだけ遠くに逃げるんだぞ。はい、はい、いいか、お前ら左右に分かれて人を援護しろ。
爆弾はどうした？怪獣が怖くて足が動かないんです。それでどうしたんだ？100メートルくらいのところに置いてきました。おい、こんな話を知るのは何？お前ら早く逃げろ。ライガー、オーガー、DNA、ステイム。